クアーズフィールドはアメリカ合衆国のコロラド州デンバーにある野球場を。1995年に完成し MLB コロラドロッキーズのホーム球場となっている。デンバーは30年以上にわたって MLB 球団を誘致してきたため、マイルハイスタジアムで開かれた1993年の新球団ロッキーズの開幕戦には8227人の大観衆が詰めかけ、年間で 大リーグ市場サイトの448万3350人を動員した。当初クアーズフィールドは4万3800人収容の予定だったが、この凄まじい観客動員を考慮して5万445人収容に情報修正された。ナショナルリーグでは1962年のドジャースタジアム会場以来33年ぶりとなる野球専用球場。 典型的な新古典様式の球場で、外観は赤レンガと鉄骨を組み合わせた。赤レンガは球場周辺の古倉庫に調和させたもので、また鉄骨はかつてあった鉄道駅に由来している。また、センターバックスクリーンからその一塁側に双方を設置されているブルペンにかけて、コロラドの自然を模した噴水付きの庭園が設置されており、 ロッキーズの選手にホームランが出るとこの噴水が高く、吹き上がる演出が行われる。また、隣接するアウェー用ブルペンからは歩いて、立ち入れるようになっており、2015年9月19日に、トム・マーフィーの MLB 初ホームランがここに飛び込んで、しまった際に、対戦相手のサンディエゴ・パドレスのブルペンスタッフが、ボールの捜作のために立ち入る陳事が発生している。本球場は、 寒さの厳しい地域にあり、冷温で芝の養生が厳しい条件になることからグラウンドに温水を流すパイプを埋設している。球場名はビール会社クアーズにちなむ、グローブライフフィールドと並んで、打者有利な球場。標高1マイル地点にあるため、通称マイルハイと呼ばれている。高地ゆえに気圧が低いため空気抵抗が少なく、結果として打球の飛距離がよく伸びる。 ロッキーズ公式サイトでは、クアーズフィールドでは、海面と同じ高さに設けられた卓球場に比べ、約9から10%も飛距離が伸びる。具体的な例としては、ヤンキースタジアムでの400フィートの打球は、クアーズフィールドで440フィートになると記述されている。一方、本類打の多さは、標高が原因ではないとする研究結果もある。フィールドの広いゆえに、長打も出やすく、 外野手が深めのシフトで守ればシングルヒットにつながりフライボールピッチャーにとっては疑問である。上記の理由からこの球場での試合はランダ戦になりやすかったがそれを改善するべく2002年以降はボールに過失処理を施して打球が飛びすぎないようにしている。ボールに過失処理を施すこと自体は MLB 機構もボールの品質保持のために認めているが 事前の許可が必要とされている。実際にロッキーズは2002年に無許可で貸し付きを使用したため MLB 機構の調査を受けている。その後2007年シーズンより試合玉はすべての球場で同条件で管理することとなった。他球場では決して珍しくない1から0のスコアがこの球場で記録されたのは2016年シーズン終了までの21年間で、 以下のわずか9試合しかなく、初めて記録されるまでに用した、レギュラーシーズンの試合数は847と、MLB 史上最長である。2019年現在、この球場で、ノーヒットノーランを達成した投手は、野茂秀夫のみ。なお、上記のボールを湿らせる処理については、野茂のノーヒットノーランが、雨の中で達成されたことにヒントを得ているとされている。標高1マイルを示す。 紫色の座席、ありがとうございます。